日本神奈川県横浜市戸塚区戸塚町戸塚町は横浜市戸塚区の町名。定番を持たない単独町名である住居表示未実施。郵便番号は244-0003。塚は旧自体の塚が使われることもある。戸塚区の中部に位置し、戸塚駅の南西側に南北にやや長く広がる。北東の戸塚駅北側には 吉田町の飛び地がある。町の東には、カシオ川が流れ、南は、坂駅区に接する。面積3.307平方キロメートル、面積、人口とも区内で最大の町である。戸塚駅周辺は、横浜市の副都心として位置づけられ、戸塚区役所や戸塚郵便局をはじめとする観光所や、商業施設、金融機関が集中している。 1986年に東口に再開発ビル、ラピス・トツカがオープン、西口でも再開発事業が進められ、2009年11月にサクラス・トツカ、2010年4月にトツカナがオープンした。町の南部は主に住宅地となっている。かつては、カシオ川沿いやトツカ駅北側に、日立製作所やブリジストンの工場が進出していたが、 2000年代から2010年代にかけて縮小が進み、現在ではほとんどが撤退している。戦国時代には山、隅貞勝が治めた、東海道53寺の戸塚塾として古くから栄えた。鎌倉郡戸塚町が1889年に吉田町、矢部町と合併。1939年4月1日に横浜市に編入され、 戸つか戸とか町となった。古くは富塚と書いたが、慶長年間頃に戸つかとも表すようになった。富塚の表記は富塚八万宮や横浜富塚郵便局などに現在でも見られる。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 戸塚駅東口町北部を南北に JR 東海道線、横須賀線、湘南新宿ライン、上野東京ライン、東西に横浜市営地下鉄ブルーラインが通り、戸塚駅で交差する。町の北から南西にかけ、国道1号、戸塚橋センター前交差点より西に、県道横浜伊勢原線が通る。ありがとうございます。